皆さんは JR 貨物の機関車といえば何を思い浮かべるでしょうか。私は硬直療養機関車 EH500 型を思い浮かべます。国鉄の貨物部門を引き継いで誕生した JR 貨物ですが、発足当初から苦しい経営が続いていたものの、次々と新しい機関車を開発してきました。直流区間で省電力化を推進した EF210 型、日本最強のパワーを誇る EH200 型、新幹線と同じ電圧、交流 25,000 ボルトに対応した EH800 型。近年では長年実現できていなかった電気機関車の回生ブレーキを採用した EF510 型300番台。このようにその路線の特徴に合わせた機関車たちが開発されています。そんな JR 貨物の中でも特に収益性が高いのが東京大阪間を結ぶ貨物列車です。2004年度の実績では約280万トンとなっており、これは JR 貨物の年間総輸送量の 13% に相当します。しかし、発足当初から東京大阪間において大きな需要がある小口貨物、つまり宅配便などの少量貨物においてはトラック輸送がメインでした。そこで、1999年、宅配便大手である佐川急便は、地球温暖化防止策の一環で、東京大阪間のトラック輸送を、貨物列車による輸送に転換できないかを JR 貨物に持ちかけたのです。JR 貨物にとって、さらなる売り上げを確保できる絶好のチャンスと捉え、佐川急便との共同プロジェクト、カーゴ21プロジェクトがスタートしたのです。そもそも、なぜ、宅配便などの少量貨物が、貨物列車による輸送ができないのでしょうか。トラック輸送のメリットは、荷物の積み下ろし、営業所への配送にかかる時間が少なく、深夜帯を走行するため、東京大阪間は約8時間から9時間程度で結ぶことができます。つまり、遅くても夜の21時頃まで荷物の積み込み作業を実施しても、22時に出発すれば、翌朝の6時に受け取り側の営業所に到着します。対して、貨物列車に荷物を乗せる場合、荷物を乗せたコンテナを貨物ターミナルに集める必要があります。貨物ターミナルでコンテナを貨車に乗せ、機関車によって受け取り側の貨物ターミナルに向かいます。貨物列車の場合、トラック輸送に比べ、荷物の積み下ろしに時間がかかります。トラック輸送は、荷台が満載になった時点で出発が可能ですが、貨物列車による輸送の場合、コンテナに荷物を乗せるだけではなく、コンテナを貨車やトラックに積み下ろしする作業が必要です。少量荷物である宅配便の場合、利用客から求められる所要時間がシビアであるため、東京大阪間の場合は夜遅くまで集荷し、受け取り側の営業所には翌朝に到着していることが絶対条件だったのです。しかし、東京大阪間の貨物列車は当時の最速列車でも6時間40分かかり、荷物を積み下ろす時間を考慮するとトラック輸送による所要時間を超えてしまいます。では、どれほど時間を短縮すればトラック輸送に追いつけるのでしょうか。時間短縮しなければならないポイントは2つ。1つ目は、コンテナの積み下ろしにかかる時間を短縮すること。通常、貨車にコンテナを積み下ろしする作業には1時間半から2時間程度かかります。そこで、貨物ターミナルにおけるトラックの配置を貨車に近づけ、さらに貨車に積載するコンテナを通常の12フィートコンテナではなく31フィートコンテナにすることにより、コンテナを積み下ろしする回数を半分に削減。これにより、貨物ターミナルにおける積み下ろし作業を45分から1時間に削減できると算出されたのです。ポイント2つ目は、貨物列車の所要時間を短縮すること。東京大阪間におけるトラック輸送は、送り主側の営業所から受け取り側の営業所まで約8時間から9時間程度で結ばれます。つまり、あと30分程度どこかで時間短縮させる必要があったのです。しかし、積み下ろし作業での時間短縮はこれ以上は不可能であり、列車の所要時間を短縮しなければ目標には到達できませんでした。こうして東京大阪間の所要時間を6時間に目標を設定し、新型車両の開発がスタートしたのです。しかし、走行する東海道本線はカーブが多数存在し、それまで貨物列車にとって当たり前だった機関車が貨車を牽引する動力集中方式の加減速性能では
直線区間での最高速度を時速160キロ程度にしなければなりません。これを実現するためには6000キロワット級の機関車が必要でした。それまで JR 貨物では6000キロワット級の機関車をいくつか開発してきましたが、フルパワーで加速した場合、変電所の容量が足りず、架線電圧を下げてしまい、他の列車に影響を及ぼす可能性があることから、EF200 型以降は開発されていません。また、在来線で時速160キロ運転を実施する場合、人が簡単に入れないよう、高架橋上での走行や踏切をなくしたりと、地上設備において、大幅な改良が必要でした。線路を貸している旅客会社にとっても、これほど大きな改良工事は実施できるわけもなく、動力集中方式は断念せざるを得なかったのです。そこで考えられたのが、電車で採用されている動力分散方式の採用でした。動力分散方式を採用することにより、多減速性能の向上、一つの車軸にかかる軸重が動力集中方式よりも低減できることから、曲線通過速度の向上が図れます。シミュレーションの結果、東京大阪間を6時間で結ぶためには、最高速度は時速130キロ、曲線通過速度はこれまでの貨物列車にプラス時速20キロ必要であると算出されます。こうして開発されたのが M250 系電車、スーパーレールカーゴです。この M250 系は世界初の動力分散方式を採用した貨物電車であることから、数々の特殊設計が採用されています。宅配貨物は、質量が小さく容積が大きい特徴があり、積載するコンテナの内容積をできるだけ拡大するべく、コンテナ自体の天地寸法は、通常よりも高く設計されています。そのため、車両の大枠高さは、レール面から1000ミリに抑える必要がありますが、電動車では、走行機器を設置する以上、ある程度の高さを保つ必要があります。そこで、電動車では、両端部の大枠高さを、レール面から1103ミリとし、車体中央部を落とし込む構造を採用。また、コンテナ積載部分の大枠高さは、レール面から1000ミリとしています。電動車の車体は、両端部に、乗務員室と機器室を配置し、運転台は高床式を採用。車体の塗装デザインは、佐川急便のイメージカラーである青を基調とし、スピード感を強調しています。電車方式を採用した M250 系ですが、電車を開発したことがない JR 貨物にとって、走行関連機器の開発は苦難の連続でした。欲を言えば、全車両にモーターを取り付けたいところですが、なるべく多くのコンテナを搭載したい以上、電動車両はこれ以上増やしたくありませんでした。4両の電動車で重たい貨物を運ぶ以上、小型でハイパワーなモーターが求められましたが、一から設計できるノウハウは JR 貨物にはありませんでした。そこで考えられたのが、JR 西日本、JR 東海の寝台特急型電車285系で使用されているモーターと制御システムを M250 系にも採用できないかと検討されます。285系は、東京出雲市間を結ぶ寝台特急サンライズ出雲、東京高松間を結ぶ寝台特急サンライズ瀬戸に使用されています。車内の静寂性を確保するべく、7両編成中2両が電動車であることから、電動車には1機あたり 220kW の小型ハイパワーモーターが採用されています。1998年から使用されている285系ですが、出雲号が走行する伯備線における勾配区間も難なく上り、大きな故障もなく、信頼性も非常に高いことが証明されていたことから、M250 系にも採用されることが決まったのです。モーターは285系とほぼ同一の1時間定格出力 220kW の FMT130 型カゴ型3層誘導電動機を採用。電動車1両に4機搭載していることから、編成出力は 3520kW となり、馬力に換算すると4720馬力にも及びます。制御システムも285系を踏襲しており、IGBT 素子を用いた 3VF インバータ制御を採用し、電動車の数が通常の電車と比較して少ないことから、1台の制御機で1機のモーターを制御する、いわゆる 1C1M 方式を採用し、より細かい制御が可能です。また、
これまで多くの機関車にも採用されてきた空転再粘着制御を取り入れ、空転による牽引力低下を極力抑えているのです。ブレーキシステムにおいても285系と同じく発電ブレーキ併用の電気指令式空気ブレーキを採用していますが、確実なブレーキ力を得るべく回生ブレーキは採用されていません。さらに急ブレーキをかけた際に発生する滑走を抑えるべく、 JR 東日本の651系から採用されている滑走再粘着制御も取り入れています。これだけではなく M250 系の足回りには独自技術が採用されています。通常の電車とは違い、重たいコンテナを積載する M250 系は空の状態と積載した状態の重量差、いわゆる積空差が大きく、車体を支えるバネ開発に苦戦を強いられました。高速走行を実現するためには低重心化が不可欠であることから、いくらコンテナを積載した状態で低重心化を実現できても、空の状態の重心が高くなった場合、高速走行は不可能となります。そこで考えられたのが、コンテナを積載しても空の状態でも同じ分だけバネが縮む特殊なバネを採用。これによりコンテナを搭載しない状態でも高速走行を可能にしています。また高速走行時の安定性を向上するべく、貨車としては異例である溶岩波アンチローリングシステムを搭載し、特急型電車並みの安定性を確保。また JR 貨物ではここまでの高速走行は初めてとなるため、車軸の軸受けに温度センサーを取り付け、異常時には列車が自動で停止する仕組みとなっています。このような十分すぎるほどの装備を整え、営業最高速度は時速130キロ、設計最高速度は時速140キロ、曲線通過時の速度は本速に対してプラス時速20キロと、高性能な貨物電車が完成したのです。2002年10月、 M250 系の第1編成が落成し、各種試験走行が実施されます。最初は基本的な確認を実施すべく、従来の貨物列車と同じ筋で走らせますが、1ノッチを入れた瞬間、運転士は車両が持つ加速力に驚きを隠せなかったといいます。こうして数ヶ月に及ぶ確認試験が終了し、いよいよ M250 系スーパーレールカーゴの潜在能力を確認するべく、時速130キロ運転を含む特別ダイヤによる試験走行を開始。国鉄時代でも実現できなかった貨物列車の時速130キロ運転、国鉄からそのまま JR 貨物に入社した技術員乗務員が多く乗車する中、列車は東京貨物ターミナルを出発、そして東海道本線に入り、ついに日本の貨物列車としては初となる時速130キロ運転を実現させ、乗務員たちは国鉄時代からの構想を果たしたことを喜び合ったのです。さらに JR 貨物の新型車両としては異例である耐久試験も実施、約10万キロにも及ぶ耐久試験でしたが、時速130キロ運転を含む特別ダイヤで運転しても問題ないことを確認。技術員はモーターやシステム関連に不具合が発生しないかを心配していましたが、やはり285系で使用されていた実績は大きく、大きな問題は一切発生しなかったのです。こうした試験を乗り越え、ついに2004年3月13日東京貨物ターミナルと大阪の安治川口の間にて、臨時高速貨物列車9057列車9056列車として営業運転を開始。所要時間は6時間12分であり、列車の標定速度は約時速91キロ。これは東海道本線のうち東京都と大阪府を走破する在来線列車の中で歴代最速の数値を叩き出したのです。またスーパーレールカーゴの運行において驚くべきポイントが、運休時や故障時の対応です。鉄道の線路を走行する以上、事故や運休は避けれません。しかし佐川急便としては、お客様の信頼を損なう危険もあることから、配達の遅れは避けたいところです。そこで、スーパーレールカーゴが運休した場合、すぐにトラックによる輸送に切り替えることができるよう、数十台のトラックが出動できる体制を整えています。また、基本的には2編成が通常運行に導入されていますが、万が一の故障に備えて、10両編成の予備車も落成しています。ここまでの万全な体制を整えているからこそ、
JR 貨物、佐川急便への信頼は高く、多くの客が鉄道輸送を選択しているのです。また、スーパーレールカーゴは、10トントラック56台分に相当する貨物量を積載することができ、二酸化炭素の排出量も 88% もの削減に成功しています。しかし、M250 系は3編成の製造で終了し、以降は貨物電車の開発は行われていません。その理由は、M250 系を追加製造するほどの需要がないことです。今回は宅配貨物という、特殊な事例だからこそ実現できたものであり、通常貨物の場合は、ここまでの高速化は必要なかったのです。しかし、近年、貨物列車のさらなる高速化が検討されています。2022年10月、JR 貨物は、2025年度までに、貨物専用新幹線の車両設計に向けた検討に入る方針を明らかにしました。本州と北海道を結ぶ海峡線では、青函トンネル内において、北海道新幹線と貨物列車が共用しており、コンテナが吹き飛ぶ可能性があることから、新幹線の速度は時速160キロに制限されています。また、函館本線の新函館北斗から長万部の間、北海道新幹線の延伸開業後は廃線にする可能性もあるため、貨物列車を残すためには、北海道新幹線の線路を使わざるを得ず、貨物新幹線車両の開発の検討に入ったのです。仮にこれが実現されれば、物流において大きな変化をもたらしつつ、北海道新幹線は青函トンネル内において高速走行が可能になります。いよいよ始まった貨物新幹線計画。国鉄から構想されている貨物新幹線は、JR 貨物の開発力によって生み出されるのでしょうか。